こんにちは、 TK です。今回は脱炭素をテーマとして小論文の書き方を考えていこうと思います。この動画はですね、脱炭素に関する小論文を書こうと思ったけど何を書いていいのかわからんという人に向けて作成されております。では動画の詳細に入る前に、まずは簡単に僕の自己紹介をさせてください。小論文を使って大学に合格、小論文の書き方を教えるブログを作成、小論文の添削を通じて大学合格者を輩出、昇格試験論文のサポートをこなした経験あり、某省庁のエントリーシートのサポートをこなした経験あり、論文関連の YouTube 動画を作成、はい、こんな感じでいろんな形で論文の作成に携わってきました。今回はですね、具体的に以下のお題で考えていきます。お題、脱炭素に対してあなたはどのような意見を持っているか、800字程度でまとめなさい。はい、脱炭素という単語、あなたも一度は聞いたことあると思います。この意味を説明すると、 CO2 の排出量を実質ゼロにすることと表現できますね。これはカーボンニュートラルとも呼ばれる考え方で、世界的な目標となっております。まず大前提として、温室効果ガスの排出そのものをゼロにするっていうのは不可能ですよね。僕たち人間は呼吸するだけで CO2 を排出していますし、工場の稼働に伴っていくらかの温室効果ガスは絶対に排出されます。そこでポイントとなるのが、排出された温室効果ガスを除去する取り組みなんですね。具体的には以下のような取り組みがあります。植林、 CO2 の回収貯蔵 CCS、 回収貯蔵した CO2 の利用 CCUS、 はい、 CCS と CCUS は馴染みのない言葉かと思いますが、この際覚えておきましょう。 CCS はカーボンダイオキサイドキャプチャー&ストレージの略称で、日本語では二酸化炭素の回収貯蔵技術と言います。工場などから排出された CO2 を集めて地中深くに貯蔵する技術を意味しています。CCUS はカーボンダイオキサイドキャプチャーユーティリゼーション&ストレージの略称で、貯蔵した CO2 を利用する技術を意味しています。微細モルを用いたバイオ燃料への利用やコンクリート製品への配合など、様々な方法を用いて CO2 を消費することを目指しています。また小論文を書くにあたっては、具体的な目標数値も押さえておきたいですね。日本は2030年までに2013年度比で温室効果ガスを 46% 削減することを目指しています。そして2050年にはカーボンニュートラルを達成すると宣言しています。ちなみに2030年の 46% という数字はですね、おぼろげながら浮かんできたそうです。はい、これは小泉進次郎の発言なんですけれども、非常に有名ですので、一応その発言をした参考動画貼っておきます。気になる人はぜひ見てみてください。あともう一つ、具体的な CO2 の排出量が現状どれくらいなのかということも見ておきましょう。ちなみに温室効果ガスはですね、 CO2 だけじゃないんですけれども、排出されている温室効果ガスの8割が CO2 なので、CO2 に焦点を当てた対策である脱炭素という言葉が生まれています。2019年の CO2 の排出量は約 10.3 億トンです。そのうちの 4.4 億トンが発電による排出で、残りの 5.9 億トンが非発電による排出となります。非発電とは、乗り物の稼働、工場の稼働、家庭からの排出などのことを意味しています。はい、ここまでいろんな情報を見てきましたけれども、ここまで見てきた情報とか、あとは具体的な数字っていうのを全て使う必要はありません。ただ具体的な数字や単語がですね、いくつか使われていると説得力が増しますので、まあ、いくつかは使っていきたいなっていうところですね。では以上の情報を踏まえながら例文を書いていきます。お題、脱炭素に対してあなたはどのような意見を持っているか、800字程度でまとめなさい。2021年4月に開催された気候変動サミットにおいて、日本は2030年までに2013年度比で温室効果ガスを 46% 削減すると宣言した。この温室効果ガスの8割は CO2 であることから、脱炭素という言葉を掲げながら官民が一体となって多様な取り組みに従事している。2050年にはカーボンニュートラルの達成を目標としているが、この目標を達成するためにはどんな施策が必要になるだろうか。結論から言うと、脱炭素に関連する技術の詳細を周知徹底することが必要になると考える。なぜなら、脱炭素を推し進めていくためにはあらゆる人の協力が必要だからだ。例えば脱炭素に貢献する一技術として CCS がある。これは工場などから排出された CO2 を集めて地中深くに貯蔵する技術を意味しているのだが、現状は技術面やコスト面が十分に成熟しておらず、研究開発の余地が未だ多く残されている。ただそういった現状にもかかわらず、 CCS という単語
語すら知らない人が大多数だろう。技術を成熟させるためには多くの人の協力及び理解が欠かせないので、まずは周知徹底に力を入れるべきだと考える。ただいくら周知徹底をしても、今更脱炭素に関連する技術に携わる気はないという大人が大多数という懸念点もある。決まった職に従事している大人が今更脱炭素の話を聞いても聞き流されてしまうに違いない。以上を踏まえると、真に周知徹底すべきなのは義務教育を受けている子どもたちということになる。もちろん子どもたちに周知徹底をしても効果が出るには何年もの時間がかかってしまうだろう。ただ2050年にはカーボンニュートラルを達成しなければならないことを踏まえれば、将来の技術者を一人でも多く育てる取り組みが欠かせない。今回は脱炭素の情報を整理した上で周知徹底が必要という主張を述べた。特に子どもたちに対する周知徹底が必要と述べたが、その場合即効性には乏しくなるだろう。ただ長期的な視野で考えた場合、義務教育を受けている子どもたちに向けた施策の重要性は高いと考える。はい、ご清聴お疲れ様でした。脱炭素に関連する技術の詳細を周知徹底することが必要という主張を軸に小論文を書いてみました。はい、ちなみにですね、今回の小論文は以下4つのブロックで構成されています。1、テーマ解説と問題提起。2、主張。3、主張に対する懸念点。4、まとめ。ではそれぞれのブロックを簡単に説明していきますね。1、テーマ解説と問題提起。このテーマ解説と問題提起というのは王道の書き出しとなります。さらっとですね、テーマにまつわる話をした後に問題を投げかける形を取れば OK です。今回はですね、気候変動サミットでの宣言、温室効果ガスの8割は CO2 であること、2050年にはカーボンニュートラルの達成を目標としていることといった情報を盛り込んでいます。このようにですね、具体的な固有名詞や数字を用いることでテーマを理解していますよということを案にアピールできます。はい、これ非常に使い勝手がいいのでぜひ身につけてください。2、主張。先ほどの問題提起に対して主張をするというオーソドックスな流れとなっております。で、ここでポイントとなるのが主張に加えて理由を入れたことです。ただただ自分の主張を述べるだけですとちょっと説得力がなくなってしまいますので、必ず理由もですね、入れておくようにしましょう。はい、ちなみにここで言う主張というのは、脱炭素に関連する技術の詳細を周知徹底することという文章で、理由は脱炭素を推し進めていくためにはあらゆる人の協力が必要だからという文章になります。また CCS の詳細を軽く説明することで、ここでもテーマへの理解を示しています。このようにですね、必要に応じて具体的な話をすると説得力が高まりますので覚えておいてください。また今回は周知徹底を主張の軸にしていますけれども、もちろん全く違った主張になっても構いません。技術の話を深掘りしてもいいですし、植林の話をしても問題ありません。自分なりの主張をですね、ぜひ考えてみてください。3、主張に対する懸念点。あえて自分の主張に対する懸念点を書くのは小論文の鉄板テクニックとなっております。なんでこんなことをするかって言いますと、小論文が議論しているような形になって文章に深みが出るからなんですね。ただこのブロックの最後はですね、懸念点を解消するような形で締めるようにしてください。なぜなら主張に対する懸念点だけ書いて終わってしまうと悪い印象を与えたままになってしまうからです。それでは本末転倒ですよね。ちなみにここで言う主張に対する懸念点というのは、いくら周知徹底をしても今更脱炭素に関連する技術に携わる気はないという大人が大多数という文章で、懸念点の解消法は真に周知徹底すべきなのは義務教育を受けている子どもたちという文章になります。4、まとめ。最後はですね、今まで述べてきたことを表現を変えて短くしたり、論文を通じて強調しておきたいことを書いたりすれば OK です。まあ、テンプレとしてはですね、2の主張と3の主張に対する懸念点の重要な部分だけを抜き出して伝えれば十分だと思います。まあ、ちなみに今回ですね、そういったテンプレに沿ってですね、それまで書いてきたことをギュッと短くしてまとめてみました。またまとめの書き方はですね、要約の手法を身につければ簡単に書けるようになります。その要約の手法を記したですね、ページを詳細欄に貼っておきますので、ぜひそちらも参考にしてみてください。また今回の例文はですね、800字の小論文王道の書き方を教えますという動画の構成を参考にしているものです。書き方をより詳しく身につけたいという方はぜひそちらの動画も参考にしてみてください。リンクはですね、詳細欄に貼っておきます。はい、では最後にテーマの振り返りをして終わりにします。はい、ここ最近環境に関する話題が増えてきた印象がありますよね。一昔前は利益の追求のみがめちゃくちゃ大事でしたけれど、これからは自然環境に配慮した姿勢を見せない企業は、多分淘汰されていくんじゃないかなって思います。また脱炭素と言われるとなんだか自分には関係なさそうにも感じちゃいます
ですけれど、電力、家、車といった話にもつながる結構身近なテーマなので、一応関心を持っておくことをお勧めします。また脱炭素を達成するのに必要な要素を考えるのって結構大変なんですけど、この機会にぜひ考えてみてほしいと思います。難しい話題を頑張って考えてみることで、あなたの思考力が磨かれていきます。はい、これで今回の動画は以上となります。もしですね、今回の動画が良かった、ためになったという方は、いいねボタンの方を押していただけると非常に嬉しいです。励みとなります。またこんな感じでテーマを決めて文章を書いてみたりとか、あとは文章の書き方そのものを教えたりする動画を定期的に配信しようと思っていますので、そういった動画に興味がある方はぜひチャンネル登録の方はよろしくお願いいたします。はい、では以上となります。ご清聴ありがとうございました。またお会いしましょう。